本屋の飯が。はい。これは何？試合によって変わるの？試合によ、これはもう基本試合でしか履いてない二足で、これ普段練習で使ってて、昨日乾かして今日持ってきたんで、一応今ギリギリまで扇風機当てて湿気取ってから入れて戻すって感じ。基本的には試合用しか入れてない。は入れてないです。練習で入ってて試合で使いたいのはこうやって持ってきますけど、基本は試合用のものしかこのバッグには入ってないです。多い選手で何足ぐらい？はもう6足マックス。これ6足入るんですけど、マックスで6足持ってきてる選手とか、ユイトは乱収含めて今日は、7足。7足？昔のモデルとか違うモデルとかも。一応なんか念のためにかわからないですけど入れてるんで、一応持ってきてますけど、基本新しい色しか履けないんで、それ多分履きますね今日。じゃあ、スパイクのポイント2種類ありますね。まあ今ミックスとかありますけど、はい、そこら辺のちょっと説明をお願いします、見せながら。見せながら、はい、いいのしか履いてないですけど。タッサ選手のやつですね。タッサ選手は基本的にトリッカーミックスソールしか履かないので。あ、これが要はミックスですね。そうですね。ミックスっていうのは、固定式のポイントとアルミのこの取り替えれるポイントの2種類が混ざってるタイプですね。このが取り替え式のやつですね。金属のやつ、はい、そうですね。これがあるとなんで便利なんですか？まあ、削れてきたら変えれるのはもちろんなんですけど、シンプルにこの長さが、スタッドの長さが高くて鋭いんで、刺さりやすい、地面に刺さりやすいんで、ディフェンスラインの選手とかは特に多いですかね。取り替えとかミックスを履いてる選手、要は滑ったら困るってことですよね。そうですね。雨の日とかスリッピーな芝生の時に滑らないためにこういう取り替えの式を履くってことです ね、 そうですね。ただ取り替え式だと足の裏が痛くなるん で、 そうです、ね。まあ、こういったミックスみたいなのが生まれてきたっていう感じですよね、はい、負担が大きくなるから。そうですね。未だに負担が、大きいのが嫌だったり、芝生を噛みすぎるのが嫌な人はディフェンスラインとか中盤の選手でも固定式しか履かない選手もいるので、そこはまあ多分好みだと思います。ただサッカーあるあるとして、はい、学生時代によくあることなんですけど、はい、ディフェンスラインが滑って転んで抜かれたりなんかしたら、はい、監督コーチに取り替え履いてんのかって確認されて、はい、履いてなかったら激怒される、はい、それはこれサッカーあるあるですね、はい、それはサッカーあるあるです、はい、じゃあ逆に固定式、はい、特に前の選手が好む。そうですね。まあ、好む理由としてはやっぱりボールが扱いやすいから、ね。そうですね。足の裏だったりも扱いやすいんで、うん。松岡選手とかそうなんじゃないですか。松岡選手は全部固定式ですね。1個前のモデルと最新のモデルと両方入れてあるんですけど、両方固定式で。要は金属のやつが入ってない。そうですね。パターンですね。はい。まあ、この歯型の部分を丸であったり、はい、こう横についてあったり、はい、これがあるとこう芝生を噛んでしっかりとターンできるっていうね。そうですね。基本的にはこの歯型の方が止まるとかってことに関しては優位だと思うんですけど、うん、ボール触るだとか、方向転換するっていう部分で足の負担との兼ね合いで、やっぱ最近はまた丸っぽいサットが増えてきてる印象でした、ね。うん、松岡も2年ぐらい前の、スパイクで使われたソールを、アウトソールをずっとプーマさんがつけてくれてて。あ、特殊なのこれ。そうです。へ、新しい方になってから多分足結構広いんで、松岡は、うん、それに合うソールをそのまま使い続けてくれてるみたいです。なるほど、はい。あ、これがスパイクあるあるですね。じゃあ、ありがとうございました。今日も一発芸行ってみようか。一発芸本当にないですけど。え？一発芸ないです。なんで？この間やったじゃん。一発芸はやってないです。一発芸、はい、一発芸ないです。いや、本当にないですか。いや、あ、また走って逃げるだけのやつだ。
本当にないの、はい、やめとくか。いや、やめようじゃん。分かった。はい、続いてこのテーピングですね。サッカー、スポーツには欠かせないテーピングについてちょっと聞きたいと思います。お相手はトレーナーの加藤くんです。お願いします。で、加藤くん、はい、これいっぱいあるけど、はい、まず一般的なテーピングといえば、まあ、これですかね、一般的なテーピング。そうですね、これがあのホワイトテープといって、うん、足首の捻挫予防とか固定によく使うテープになります、うん。まあ、僕らは知ってるんですけど、このね、直に巻くと痛いよね、剥がすとき。そうですね。だから巻くやつといえば、アンダーラップ。はい、どれですか。こちらになります。はい、皮膚を守るため の, こ, のこう柔らかいやつね、こう柔らかいやつ、こうプニプニしてて、はい、ちょっと伸ばしてみて、ビーって少しだけ。あ、そうそうそう、こう透け感があるね、こう薄い生地なんですよね。これを下に巻いて、さっきのホワイトラップを巻くというのがまあ一般的ですね。はい、はい、なんかアンダーラップも最近カラフルになりましたね。そうです、アンダーラップもメーカーさんによっていろんな種類があって、これはちょっとあのアンダーラップというよりも、それ何、これは、少し強度が強くて、よりアンダーラップよりも固定力があって。あ、そんなん出たんだ。はい、へえ。あと僕も現役中やったこのキネシオね、キネシオ、これね、切ってるやつとか、これね、いろいろあります、はい、これはもう直に貼りますね。これは直に貼ります。はい、肌が弱い選手はこういうクリームを塗ったりとか。おー、なるほど。いろんなものが今あります、うん、はい。あとこれよく使ってたね、これ伸縮テープですね。はい、うん、これもちょっと柔らかいやつですよね、このホワイトラップよりね。ホワイトよりな。はい、はい。で、やっぱり僕が好きだった医療用器具、これセカンドスキン、これ出してみて、これ意外と好きでしたね。こう豆とかね、なんだろう、保護になりますね。豆を保護するやつなんですけど、豆保護、はい、ジェルね、ジェルになってるんだよね、これね。ジェルがついてます、はい、ジェルがついてて、これを豆の上とかにこうこのジェル素材のやつが保護してくれるっていう。これを巻いた後に、置いた後にこれか、そうですね、まあ、テーピング巻いて固定するみたいな。これで豆のズレをね、和らげてくれるっていう感じですよね。はい、そうです、はい。選手によって好みあると思うんですけど、はい、みんなどれ使うんですか。まあ、結構やっぱりアンダーラップを巻いてからこの伸縮の75ミリで足首を捻挫予防で巻いたりとかっていうのが結構定番的に多いです。うん、まあ最近手首にね巻く子多いですけど、あれ、はい、ぶっちゃけ意味あるんですか。まあ、やっぱこう選手のルーティーンだったりそういうのでこう巻いたりする選手もいるんで、あれもメンタル的な部分が5割ぐらい占めるんですか。まあそうですね、まあ5割6割ぐらいは占めるんじゃないですか、はい、でも大事な一つかなと思います。でもあれやることで気持ちがスイッチ入るっていうね、はい、まあまあ確かにそれはありますね、はい、はい。